第636回2月26日土曜日、救世軍オンライン祈祷会。聖書ヤコブの手紙4章7節。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。私たちはイエス・キリストを信じるときに勝利者とされます。ローマの信徒への手紙8章37節。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。些細なことでも勝つことは嬉しいことです。まして自分の人生を勝利者として歩み続けることができるなら大変嬉しいことです。この地上で生きている限り、神から引き離そうとする悪魔との戦いがありますが、イエスによって勝利をすでに得ているので、悪魔を撃退することができます。神に従い悪魔に反抗するときに、悪魔はあなた方から逃げていきますと約束されています。イエスによる勝利を感謝し、悪魔を撃退したいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、良い羊飼いであるイエスの声を聞いて行動できますように。2、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。3、感染された方と濃厚接触者の健康と生活が守られますように。輝かしい勝利を与えてくださる神様、今日もあなたに祈ることができてありがとうございます。悪魔はさまざまな方法を用いて誘惑しますが、あなたに会って立ち上がるときに必ず撃退することができると約束されております。信じて感謝をいたします。神様、どうぞこの時代にあなたの輝かしい勝利が与えられ、一人一人が神様を信じてよかったと思うことができますように。コロナの問題を終わりにしてください。感染者を癒してください。濃厚接触者の健康が支えられますように。あなたの不思議な技を今ここに行ってくださいますように。今日もあなたを信じます、従います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。